展の作品は昨日から全国ロードショーになっております。カタカナのアキラとひらがなのアキラでアキラとアキラという作品なんですよね。これはもう半沢直樹、下町ロケ、空と太陽、陸王、谷王、花咲く前は黙ってないなどなどで知られております。作家の池井戸潤さんの同名小説アキラとアキラの映画化なんですね。もう池井戸ワールドの映像作品っていうのはもうどれも大ヒットしまして、私もほとんど見てるんですよね。まあ、なんかこう引きつけられるものがあるわけなんですが、このアキラとアキラは2017年に野田勇さんと斎藤工さんでワンワンでまずドラマ化されているんですよね。そして、今回映画での2人のアキラの役を演じますのが竹内涼真さんと横浜流星さんということで、その向井さんと斎藤さんから考えるとちょっとお二人グッと若くなるなっていう感覚はあって、ちょっと若銀行が背景ですからね、ちょっと若すぎるんじゃないかなと思ってたんですけれども、内容的に新人のバンカーの成長と相反する2人のアキラが奇跡の大逆転劇を繰り広げるっていう内容でしたので、まあ、経営とか融資っていうものがどういうことなのかっていう仕事の本質にねこう向き合っていくっていう葛藤を描いてますので、あ、この若さのキャスティングっていうのは正解のような私は気がしたんですよね。まあ、一種のハードな青春物語のように見ていただければいいんじゃないかなって思います。でこれは父親の町工場が倒産をして幼くして過酷な運命に翻弄された山崎明、こちらを竹内涼真さんが演じていますね。でもう一人の明は海運大手企業の長男で御曹司なんですけれども、家業を継がずに血縁のしがらみを嫌うっていう海道明、これを横浜流星さんが演じるわけなんです。もう相反する2人なんですけれども、でも運命に導かれるように2人はその日本有数のメガバンクに同期入社するわけなんですよね。でこの2人はもう信念考え方もう全く違ってライバルとしてしのぎを削っていたわけなんですけれども、この竹内涼真さんはのアキラはですね、自分の信念を貫きすぎた結果左遷されてしまうんですね。そして横浜流星さん演じるアキラの方はその避けてきた街道家の親族同士の争いに巻き込まれてしまって銀行を辞めてその会社を立て直そうとするっていう、まあ、その中でこの2人が再び手を組んでこの街道グループを何としてでも救おうとする、こう相反するんですけれども最終的に2人で共同してその信念を貫いていくっていう、まあ、その現実に立ち向かっていくっていう大逆転エンターテインメント作品なんですね。で銀行とか企業の在り方、それから経営とか融資とか難しくて理解できるかどうかっていうのがいつもそういうところが心配なんですけれども、これがねとても分かりやすく描かれていて幅広い年齢の方にご覧いただける作品になっていました。で監督が三木隆博監督なんです。もうこの番組で夏あたりから三木隆博監督って何度言ったかっていうふうに思うぐらい今年公開作品目白押しで、恋愛物語の今夜、世界からこの恋が消えてるとか実写と CG で描いた人間とロボットの冒険のタングとか、これが三木隆博監督作品だったんですけれども、今回このアキラとアキラは三木隆博監督だってびっくりしたんですよ。あまり社会派っていうのは取らない監督でしたので、わあこんな重厚な社会派の作品を撮られたんだっていう、もう全く違う3作をこの夏ドーンとこう公開されたっていう中で、まあ、監督にとっては新しい挑戦の年だったみたいですよね。私としてはこれ個人的ですけれども3作の中ではこのアキラとアキラが一番好きだったかなっていう感じですね。あくまでも私の別の感覚なんですけれどもね。ですからそのビジネスストーリーっていうものとヒューマンドラマっていうのがすごくバランスよく入ってるんですよ。
で竹内涼真さんは庶民的で融資や事業計画をね、で少しでもその企業や工場を助けようとする自分の父親のような人を出してはいけないという思いからですね、もう情熱的にそして誠実に演じてるわけなんです。で横浜流星さんは御曹司の雰囲気、ちょっとこう凛とした冷たいイメージっていう、そういうところを演じていて、いやなかなかお二人良かったですよ。あのお二人とも新しい役だったと思うんです。横浜流星さんはあの今年急に映画のタイトルを忘れる今日この頃なんですけれども、松永桃李さんのちょっとグロード月ですね、失礼いたしました。その月でも今までと全く違う役だったので、横浜流星さんにとっても新しい一年だったと思うんですよね。でそのこの「アキラとアキラ」っていうのはさっきも言ったように青春物語的なところがありますので、半沢直樹のようになんて言うんですか、倍返しだ100倍返しだやったらやり返すっていう、こうドロドロ感はあまりないんですよね。半沢直樹をご覧の方はそこにちょっと物足りなさを感じるかもしれませんけれども、でもその完全懲悪とはまた違った角度から描かれた若い2人のアキラの成長過程っていうもの、監督は社会の荒波に出ていく若い世代の応援歌にしたいっていう気持ちで長くも撮っておりますので、ぜひまた若い方にもたくさんの方にご覧になっていただきたいと思います。そしてあのバンカーを演じる役者さんは皆さん銀行実務の勉強もしてもらって、リアルさっていうものを出しているんです。で竹内涼真さんの上司、副支店長を演じております江口洋介さんがいいんですよ。そして横浜流星さんのおじ役で祐介サンタマリアさん、このお二人が悪役的な役どころで登場するんですけど、これがまた後半いいとこやってますねっていうような役どころで、あのぜひそこのところをご覧になっていただきたいと思います。その他にも意外なキャスティングなんですよ。そこにも皆さんご注目いただきたいと思います。やはりこの映画を見て、あ、原作を読んでみたい、そしてワーワーの方のドラマも見てみたいなっていうふうに思いました。アキラとアキラ2人の、まあ、青年の成長を物語、いかがでしょうか。昨日から公開になっています。